次回でついにクライマックス、早々のフリーレン。大魔法使いゼーリエによる第3次試験が開始。不合格だ、帰れ。そして次回、フェルンがフリーレンに伝える一言。フリーレン様、受かりました。試験を終えた2人は、最後までお楽しみに。話題のアニメ早々のフリーレンのオープニングテーマ、勇者。どのようにしてこの楽曲が作られたのか。作詞作曲を担当する夜遊びの頭脳綾瀬さんは、読み直すっていう時はもちろん、どういった部分を楽曲にしようかなっていう、結構楽曲を作る上での作曲者としての目線で見ていくところは多いですね。基本的に僕、曲作る時はメロディーとか構成とか、こうバックの音から作って最後に歌詞を入れるので、楽曲にまとわせたい雰囲気みたいなものは先に作って、まず作ったのはベースとなるメロディー。リズミカルなメロディー、その理由が、早々のフリーレンは1000年以上生きる長寿の魔法使いフリーレンを中心にした冒険ファンタジー。タイトルは勇者にしたものの、多分最初はね、キャラバンってタイトル付けてた気がするんだよな。エルフの感覚、綾瀬さんが大切にしたのは物語の軸となる旅。旅っていうのをしっかりテーマにしたかったので、異国情緒が溢れるような空気感であったりとか、民族っぽい、コンガみたいな音だったりを、どれが一番合うかなっていうのは探しながら作っていったところが最初です。一方、歌詞を綴る上で意識したことは、でもやっぱり楽曲においての主人公もフリーレンなので、旅をする上でこう変化していく彼女の心情みたいな部分を楽曲でもしっかり伝えていきたかったので、僕もフリーレンにこう憑依した形で自分の想像もこう踏まえながら作っていった感じですね。人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。人間の一生の短さゆえの美しさみたいなものを表現したいっていうのは一番大きなテーマかもしれないです。そしてその楽曲に命を吹き込んだのが、多彩な歌声を持つボーカル、いくらさん。無機質なところから感情が溢れ出してくるところっていうのは結構差をつけた記憶はあります。私の中で生きてるっていう歌詞の部分はめちゃくちゃ取り直して、そこは、ね、フリーレンはこの言葉を言うときここまでいかないよねって言って、もうちょっと無機質にしたりとか。難しかったですね。難しかったです。みんなが愛してるから、やっぱり僕らもそのファンの方々に負けないほどの愛をその作品に持って挑めば何の問題もないというふうに思っているので、いつも自信を持って立ち向かわせていただいているというか、作らせていただいています。沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に、さよならだけだった、その一言で全てがわかった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチックタックとなる世界で、何度だってさ触れる心ない、言葉うるさい声に涙がこぼれそう。でもありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる。騒がしい日々に笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に落ちてゆく前に、僕の手を掴んでほら、忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も、抱きしめたぬくもりで溶かすから、怖くないよ、いつか日が昇るまで二人でいよう。
君は僕に花畑を出す魔法を見せてくれた。綺麗だと思ったんだ。生まれて初めて魔法が綺麗だと思った。